フロントを固める斉藤選手と田選手、ここはペースを整えて帰ってくる。きれいにエディー・ジョンコスタートファイナルに決まりまして、斉藤選手1周目から今回は突っ込んできます。さあ、須田選手それに進出したい。